2011年大阪府知事選挙は、2011年11月27日に、投開票が行われた、第53代大阪府知事を選出する選挙。前職の大阪府知事であった、橋本徹は、残り任期を3ヶ月ほど残していたが、大阪都構想などを争点に、大阪市長選挙に倶え出馬するため、辞職、公認の知事を選出することになった。 橋本徹が率いる大阪維新の会は知事選大阪市長選不紙共同マニフェストを発表した。マニフェストは大阪都構想公務員制度を変える職員基本条例、教育の仕組みを変える教育基本条例など内容としていた。7名届け出順子が、新抱はいずれも大阪維新の会から出馬を打診されたが、 両者とも誇示したため維新は松井一郎を擁立することとなった。各候補の得票率投票率は52.88%で、前回2008年の48.95%をやや上回った。当日の有権者数は7 0三万2三3 3人で、投票総数は371万8869票となった。候補者別の得票数の順位。 得票数、得票率、赤配率、協託金没収外教は以下のようになった。協託金欄のうち、没収とある候補者は有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。得票率と赤配率は未発表のため暫定計算とした。今回の選挙は、大阪都構想を掲げた大阪維新の会とこれに反対する規制政党との 維新 VS 反維新の構図となった。選挙戦では、既存政党が相乗りで倉田などの反維新勢力を支援し、与野党の国会議員が応援演説をする姿が見られる異例の選挙戦となった。しかし、結果は維新の会の松井が、得票数2位の倉田に約80万票もの差をつけて圧勝。 さらに同日に行われた大阪市長選挙でも維新の会代表の橋本徹が当選し、大阪と構想や維新の会にはさらに追い風が吹く W 選挙となった。三度目の大阪府知事選挙挑戦となった梅田は松井と倉田の絶戦に加われず、得票数3位止まりで協託金を没収される惨敗であった。選挙後、元池田市長の倉田は、 自身の辞職に伴い実施される池田市長選挙への再出馬を断念し、政界引退を表明した。映画監督の藤岡利光は、この選挙で、いわゆる放末候補として扱われた赤坂、高橋、岸田、中村の4名を取り上げ、その選挙戦を追ったドキュメンタリー映画、立候補を制作し、2013年に公開された。ありがとうございます。